朗報、中日ドラゴンズチーム打率2割5分4厘正1位、打つ方は何とかした模様。名将立浪、歴史的頻打の打線をマシンガンに作り変えてしまう。確かに毎回ヒットだけは多い気がする。点になるかどうかは別として、なんで首位やないんや。今数えたらヒット数だけだったら昨日までで9勝5敗1分けやったわ。今日で得点数もヤクルトと並んだっぽいし、本当に上向いてきてるかも。ビシエドと周平外してから露骨に良くなった。もしアキーノと鵜飼変えて鵜飼も打てるならマジで強いぞ。しかも負けるときは完封負けなんだろう。効率良すぎんか。安打数で勝敗決めようや。アルモンテ大島細川でファーストビシエドのパワーフォルムにしようや。ガチで強いよね。来季 A クラス予想してるわ。明らかに今年はお試しだし。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。